こんにちは。そうですね。弊社の、個別指導講座っていう、講座の、を受講してくださっている方で、なおかつ、弊社のニコニコ動画の方の、有料会員でもあられる、方からですね、質問をいただきまして、で、まあ、その個別指導講座の時間内だったので、そこでお答えしようとしたら、いや、私は会員なので、動画で答えてください。時間もったいないんで、他に、相談したいことがあるんでって言われちゃったので、まあ、ちょっとなんか、うまく載せられて、動画を一本作らされるみたいな感じに いえいえ、いつもありがとうございます。なんですけど、どういった質問なのかっていうと、何にもしない心理師という方がいらっしゃるんですかね。ちょっと、名詞句の使い方が、お名前間違ってたら申し訳ないんですけど、何もしない心理師さんという方がいらっしゃって、ちょっと物議をかましてる、かも、かもしてるんだけど、どう思いますかっていうことで、ご質問いただいたんですけど、そうですね。で、ちょっとだけ、なんか、ツイッター、本当に一瞬だけ拝見、しまして、まあ、その方なのかなと思われる方のアカウントと、まあ、そこに、こう、付けられているメンションっていうか、コメントっていうんですかね、を、まあ、ちょっとだけ見て、思ったことですけど、まあ、違う方のアカウントもしかして勘違いで見てたら、全然話が違うんで、それ最初にお詫びしておきますけど、まあ何にもしない、どう思うかって言われても、何にもしないって言っても、その時間は、例えば僕が、クライアントとして、その方に、なんかこう、話聞いてっていうふうに申し込まさせていただいたら、っていうのはあるかなと思いますよね。最近僕 AI とかにもそういう興味ありますけど、AI に向かって話しかけても、こっちの問いかけにしか答えないから、全然相談にはなり得ない。相談相手にはなり得ないんですよ。よく AI に仕事取られるとかいうふうに考えてる方いらっしゃいますけど、心理的な相談業に関しては必ず話聞いてくれるっていうのは、それはそれで、まあ公認心理師、臨床心理師っていう職業っていうか、まあ職業なのかな。職業っていうか資格ね。資格のこう要件とか、資格を定める側から、が、求めるものとは違うの。それと、それに対して、気になるリプが一つ、リプっていうか、なんだ、一つついてて、何もしないのであれば、お金をもらうべきではないと。で、お金は何かをした対価としてもらうものだと。だ何もしないのにお金を取るのはおかしいんだ、みたいなことを書かれておく方がいたんですが、それは、で、それ、その時に、傾聴ボランティアっていうのもあるんだと。で、何もしないのであれば、傾聴ボランティアと一緒だから、お金を取るべきではないっていうふうに、いうコメントをつけてる方がいらっしゃったんですけど、それは確実に僕は間違ってると思う。人に対して人が行う商業行為に対して無料でやれっていうのは、